はい、ライブダニュースをご覧の皆さん、こんにちは、レイタカミです。ということで、今日の解説するニューステーマなんですけれども、移住失敗、田舎に移住した女性 YouTuber、移住先を離れた理由が話題ということで、まあ、ざっくり概要を言いますと、北海道の村に移住し、日常動画を、投稿している女性が村から逃げ出した理由を明かしたと。村の男性から2人で会いたいと言われて、誘いを断るほど自分の悪い噂が流れたりとか、自宅の駐車場が雪捨て場になったりとか、嫌なことが増えたそうであると。また村の自宅が数人の男性に襲われると、ウームというですね、あの YouTuber 事務所ですねに情報提供もあったという。ネットでは田舎が滅ぶ理由がよくわかるわ、若い女性一人で田舎暮らしは危険との声が上がっている。移住して失敗する人も多く、田舎の印象もネットでは悪くなっているように思います。なぜ移住失敗する人が多くて、地方の人も村八分のようなことをするのですか、教えて堀内さんということで、僕も田舎出身なんですごくよくわかるんですけれども、もうみんな知り合いなんですよね。でみんな知り合いで、嫉妬で足を引っ張り合いながら生きているので、まずその目立つことはできなかったりとか、まあ、いろんな謎のなんか町内会のルールがあったりとかして、それを守らないと陰口を叩かれるとか、綺麗な女性とかそういう人たちは一番苦しむパターンなんじゃないかなと思います。僕も小学校は公立の小学校行ったんで、その同級生たちのな、まあ多分半分以上は地元に残ったんじゃないでしょうか。大学に行った子が、学年で4人しかいませんでしたから、そんなど田舎に育った僕が言うのもなんなんですけど、もうお隣の誰々ちゃんの娘はどの子、あばずれだとかね、なんかそういうようなこととかを平気で言っちゃったりとかするし、どこかの町がですね、移住してくる人に対して、まあ、これを守らないと村八分にするぞみたいな文章を書いてみたりとか、まあ要はそれに適応しちゃってる人しか田舎いないんですよね。適応しちゃって何も感じなくなってる人か、もともと感じない人か、あるいはそのやる気のない人か、頭が悪い、まあ、頭が悪いって言ったらあれなんですけれども、まあ、知能指数が低かったりとかする人も結構いるんで、まあ、悪いことだと思ってなかったりする可能性もありますよね。その東京から来たとかどっか来たのか知らないですけど、都会から来た美人 YouTuber が村に住んでると、もうそれだけで口説きに行くかみたいな、もう何も考えずにそういう行動を取ってしまうような人たちって結構いるんで、まあそれはなんかちょっと微妙かなっていうふうに思います。まあそういうことです。ということで今日は YouTuber の解説。まあこれね、本当田舎に行く人たちは本当に注意しといた方がいいんじゃないかなと思います。僕も田舎出身なんで思いますけれども、本当にやばいと思います。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。